ここだけちゃんと集中してもらって、あの横にひねったりしないことですね。奥までスッと入るとこを狙ってあげるって感じですかね、うんうん、一番大事なのはビビらないことですね。お疲れ様です。今日はちょっとあの増田2期にクレームが来るであろうということを炎上覚悟でね、炎上覚悟で、まあね、僕ら推奨するわけではないんですけども、新人さんから照明器具合戦で交換する場合のやり方を教えてくださいと結構要望があって、ちょっとスルーしてたんですけどもね、僕らもリアルを伝えるとして、リアルの領域にね、まあ、でもね、お客さんのその要望によっては、はい、ここの、ね、電気が落とせないっていうところもあるんで、はい、この時間までにっていうのがあるんで、そうですね、まあ結構ありますよね、合戦落とせずに交換するっていうのは、はい、まあ、あるあるなんで、ちょっと踏み込んでやっていきたいと思います。お願いします。はい、今回まあ交換なんですけど、これを一回外して作るっていう感じでやっていきたいと思います。はいはい、この照明器具は古いと。そうですね、で新しいのに交換するっていう手で、あれか、三菱のやつね、詳しいですね、このバネ、バネタイプ取りにくいんですよ、三菱の。今見てもらったら電気ついてるんで、これも大丈夫、電気消えるんで、はい、今こっちはまだ電気来てる状態なので、これで、まあ、こっからが一番あれですね、気をつけるポイントというか、まあ抜く線なんですけど、黒と白があるんで、まあ黒がプラスとして、黒から抜いてあげると、まあこっちはもうとりあえずは大丈夫で、ここだけちゃんと集中してもらって、で横、これ鉄なんで、はい、ここに当ててしまうとパチンって、要するに散落するってことですね。そう、散落しちゃうんで慎重にしてください。抜いて、ほんまに生きてるんで今、はい、この状態で、まあ、あの今白がまだ残ってるんで離しても大丈夫です。下向けてればこういうと、おお、これ、はい、VA じゃないからちょっと癖があるですね。こういう感じで、でテープをしてあげると、あ、テープ持ってた、ちょっと補足すると、これ防弾紙になってるんですけども、本来であればね VA で配線することが多いんですけど、ちょっとうちはね、VA が多分なかったのかな、違うケーブル、より線ケーブルでやってる防弾になってるんですけど、まあ防弾のパターンであったり普通の単線のパターンがあると思います。テープをしてあげるんですけど、僕がよくする巻き方は、普通に巻くと取るときまた手がかかるんで、はい、そうですね、これぐらい切ってあげて、はい、でもこういう感じで挟んであげます。はあ、短絡防止を、そうです、うん、こうやって蓋してあげるともう大丈夫なんで、はい、はい、で、まあ白も一応当てたら警報とか出ちゃう時があるんで、当てないように抜いてあげると、はい、これで油断してパチンってなったりするんですけど、そうですね、まあ、白もテープしてあげて同じようにですね、はい、挟んであげると、はい、こういう感じでも大丈夫なんで、はい、はい、じゃあ外しましょうか。そうですね、17ですね、これ17ね、石菜とか、はい、石菜ごと取れる気がする、まあ取れるんですけど、その時に線をね、あんまり他に触れさせないように、ははそーっと取ってあげる、はい、こういう感じ、ああ、テープ巻きは重要ってことですね。そうですね、これしてなかったらバンですもんね。そうですね、テープなしではもうここ絶対取れないんで、はい、で、まあ、次、まあ、これが皿になりましたというテープ、はい、ここをね慎重にしてあげて、はい、まあ、そこまでビビらなくても大丈夫、テープしてるんで、はい、自分のテープ巻きを信じてあげてください。で、元通りにして、毛が残って外してあげれば、はい、血栓に集中できると思うんで、この先終わらせてる方がいいと思います。先に器具の固定ですね、はい、んで、はい、順番なんですけど、さっきは黒から外したんですけど、はい、さっきね僕言われたことが、黒に先流しちゃうと、はい、この黒が握るとこなくなるんで、はい、さっき白マイナスから刺してあげると問題なくいけるんで、特に何かあるとわけじゃないんですけど、はい、気使うくらいで、むしろ確実にさせてあげると、黒さした時にも電気が流れる仕組みができるんで、はい、
すいません、ボタンのキャップが取れた。ボタンのパターン僕も初めてなんですけど、なかなかなんですよね。でも、さすがにこう周りに当てないように、はい、慎重にしてあげてください。いい感じで。でもこれ電気来てると思います。このさすがに。おお、はい。無事活線でできましたね。まあ、コツとしてはテープさえしてれば、はい、そこまでビビらなくていいと思います。さしてあげて。こういう感じで、こういう感じで、こういう感じで、はい、こういう感じで、はい、ありがとうございます。さっきあの照明器具やってもらったんですけど、コンセントやまあスイッチでもやむを得なく河川でやらないといけない場合ってあると思うんですよ。河川ですね。でやっぱコンセントになると抜きづらさっていうのがさっきより難しくなってくると思うんで、余計集中力なのがいると思うんですけど、はい、電気工事歴15年でしたっけ。いや、もう17年とか17年目のマスターにぎにやってもらいましょうか。数々と経験してきたでしょ。もう河川はさせられましたね。まあ、好きでやってるんじゃないですけどね、うん、はい、どうしてもね、もうお店の営業中とかになると、そうですね、落とせないって時があるんで、はい、やむを得るって感じですね。でも昔の人は結構当たり前のようにされますもんね。取、うんうん、ってもらってこういう感じで。これってあの送りの方と電源の方とテレコになってるじゃないですか、うん、なぜなんですかね。これまあ中はね、はい、もう繋がってるんで、はい、どっちに挿してもいいんですけど、うんうん、これ見てもらったら分かると思います。こっちに上に両方挿してしまうと、はい、このマイナス入れた時に両方抜けてしまう恐れがあるんですよ、はい、1回で、ね、で死んでたらいいんですけど、はい、カスの場合抜けた時にパチンと当たって反落するんで、あ、昔の人の知恵というかそこまで想定してこうやってつけてる、うん、こうやってやってればよく見ますもんね、うん、この形、ね、1本ずつ抜けるっていうメリットはありますね、はい、で全然電気的には問題ないので、はい、中は一緒につながってるだけなんで、これもまあ黒から抜いてあげると、はい、繋がってないんでいいんですけど、白を残してあげた方がいいかなと思います。短いんで短いんでね、ハズレ引きましたね、はい、そういうことも考えてやっぱりちょっと予兆欲しいですよね。そうですね、施工するときにね、うん、ワンタンを置いとくとか。待っていくよ。なんかパツパツのところがほんまたまにありますよね。あるですね。取っとくよ。この先と同じようにこうやって挟んであげれば、はい、この糸が外しやすいんで巻いちゃうと取れにくくなるんで、そうですね、もうすぐ外す場合はこの方がいいかなと思います。切れ物いってあげて、よいしょ。ゆうくん上手ですね。なんてこれコツあります？せっかくなんでこの1回、そうね、やっぱあのこの慣れてない人だったら割ったりするじゃないですか、あの横にひねったりしないことですね。まずあの入りやすい角度というかがあるんで、そこを探せる、こう上下とかにひねると パチンと割れちゃうんで、はいはいはい、刺した時に奥まで行くとこを見つけてあげる、はい、もう刺さってるんですけど、この毛とこういう感じで、うん、片手でドライバーは親指と持ってで人差し指で引っ張ってあげる、はあ、ちゃんと、うん、こういう感じです、はあはあ、うん、さすがですね。まあ、ここをねテープ巻いてあげてると、はい、より安全ということですね、はい、閉じないことですね。抜けへんからって、はい、無理やりすると絶対割れちゃうんで、その奥までスッと入るとこを狙ってあげるって感じですかね、うんうん、まあ、このテープの貼り方はあくまでも簡易の貼り方なんで、はい、こんちゃんの時は真似しないと、はい、こういう感じでしてあげれば、はい、でまあ新しいプレートに取り替えるという手で復旧をお願いします、はい、これは白黒どっちからでも、そうです、どっちでもいいですね、はい、器具じゃない、電気がねすぐ流れるものではないので、はい、まあ、流れとしてはこう白からさせてあげれば照明器具と一緒で、でまあ今回ちょっと短かったんで切ってないんですけど、はい、まあ皮を剥くんですけど、皮をこう剥いてあげて、はい、もう皮も一本ずつ剥けば問題ないと思います。
で生きてるけどこうやって分けてあげれば、はい、当たることないんで、はい、もうこれで動かないんで白を差し上げると、はい、はい、でこれもこの時にこう周りに当てないんで、あ、うん、しっかり端から投げると、こうやってやってるとね次も抜きやすいと、はい、感じでよいしょですね。まあ、ここまで来たら安心ですね。もう大丈夫ですね。今までコンセントは何個ぐらい付けてきました？もう数えられへん。今の現場でも100個ぐらい余裕であるんで、もう一生付け出したらそればっかりなんで。あ、外した。さっき前だったけ電気屋の基本というかね、コンセントって。そうですね。ですもんね。ということで、マスダ2機の照明器具&コンセントの合戦講座でした。では、まあ、これから合戦でやっていくというか、新人さんに向けて総合的なアドバイスお願いします。まあ、一番大事なのはビビらないことですね。はいはいはい。変にビビってね、バーンってやってもらったら余計危ないもんね。しっかりもう、どこかに触れなければ大丈夫なんで、はい、そこだけ電線のその振り先だけを意識してあげれば大丈夫なんで、はい、で 100V も感電死することもあるんですけど、はい、表面にね触る分ぐらいは大丈夫、はいはい、これが電線触った時にこういう鉄とかに触れてると流れるんですけど、はい、人間のこう皮膚って抵抗があるんで、はい、まあ、ちょっと当たるぐらいで大丈夫、はいはい、なんでそこはあんまり気にせずに余裕持ってやってもらったらいけると思います。あとはまあね、はい、汗とかね、そう夏場がね、水分ね、事故あるみたいなんで気をつけてもらってね、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。